お疲れ様です。ラットです。今回はですね、こちらの平均コスト 2.1 ウォールブレイカーデッキをね、使ってね、いきたいなと思います。で、これね、もう見た瞬間に、まあ、ネタデッキ界的なね、まあ、思っちゃうところあると思うんですけど、これ、海外のプレイヤーがこのデッキで実際に12勝してたんですよ、実際に。で、結構有名プレイヤーの上手い人とかも倒してて、ね、これで勝ってたんで、多分弱くはない。多分めっちゃ強いわけではないと思うんですけど、まあ、弱くはないと思うんでね、こちらのね、デッキをね、まあ、今日は使ってみたいなと思います。というわけで、早速。で、まあ、ヒールが入ったり、ゴブリンケージですね。新カードのゴブリンケージだったり、まあ、ウォールブレイカーが入ってるのが、まあ、すごい、もう癖しかないんですけどね、このデッキは。はい、ちょいと、まあ、回転がめちゃくちゃ早いんで、そこをうまく、いい感じにね、できれば、結構勝てるんじゃないかなと思います。はい。というわけで、まあ、ウォールブレイカーは今そんな使われてはいないんですけど、意外と使われるとちょっと嫌なカードと言いますか。まあなんか、ね、ウォールブレイカー来たから、ああ、やばいな、というふうにはならないですけど、なんか、ちょっと厄介ですね、なんか。これちょっと相手コスト使いすぎ。これだけでも、タルババとか最近流行ってたんですけど、タルだけでは処理できないし、ああ、届かない。今の見ると鬼弱そうですけど。でも、今の一発が入るだけで、800ダメージ?え?じゃあ400で。一発で、あ、待って、今、俺がちょっと下手だって、今。やばい。こっちは逆再生します。ウォールブレイカー一発が400で、2体入れば800ダメ。で、一応範囲ダメージ。で、爆破も入るようになってるんで、よいしょ。普通にこれで、多分入るですね。これも800。はい、800。で、まあ、今、こうね、たまたまコウモリとかがいたら、今のところに、コウモリも処理できるっていう、まあ、結構、なんだろう。火力が出るカードですなんで、普通に、まあ、使われてないだけで、いざ使われると、ちょっとね、厄介かもしれないですね。まあ、これは、ウォールブレイカーで攻めつつ、他のね、周りでも攻めつつ、まあ、タルババコウモリ、ウォールブレイカープラスディガーとかね、その辺の、まあ、中攻撃を繰り返していきたいかなと思います。で、ウォールブレイカーの単体だけだと、まあ、無視されると一発ね、400ダメ入るんですけど、多分無視はなかなかされないんで、よいしょ。無視はされないんで、基本的にね、ディガーとかと一緒にね、やっていきたいなと思います。あ、いい浮き玉ですね。よいしょ。ちょっとあれです。右側にユニットが残ってるんで、右側攻めます。あ、いた。これもう、たる雪で、これ終わっちゃうんですよね。これは本当に辛いんですけど、これまだ舞いますね。全然舞いますね。これ逆に多分、ここに浮き玉打ってくるかな、この人。打ってこない。まあまあ、これ、両サイカウンターですね。これで左側にオールブレイカープラスディガーして、ヒールも打っちゃえば多分折れると思いますね。これもタルーム。弱い。めちゃくちゃ弱いですけど。いや、弱くはない。まだ舞います。よいしょ。普通に。これ多分相手結構きついと思います。これヒール。あ、いい。うわー、惜しい。マジ。タルーキ同時で撃たれると、ちょっと悲しい感じに終わっちゃいますね。これアイスピとかもうまく使って。よいしょ、止まれ。オッケー殴る。オッケー。いや、いい。今、しかも逆に、相手、雪玉咲いてるんで、普通にディガーウォールブレイカーで、あれ削りですね。ディガー削りですね。このディガーでね。よし、かも、一発?おい!これっすよ。これ、マジで。これが、鬼強いんですね。よいしょ。あともディガーはこれ、高回転で回して。やばい。止まれ。アイスピーで、オッケー。いいアイスピー。オッケー。来た。勝った。危ねえ。まあ、あれして、最後、ウォールブレイカーが一発入って、なんとかね、勝てた。もうこれね、意外と、もっとバンバン、なんか相手が、やっぱ対処が慣れてないっていうのが、まあ、結構あって、ウォールブレイカーがね、もっとガンガン入ってくれると、すごいね、勝ちやすく。いや、まあ、勝ちやすいんですね。なんで、まあ、施設か相手が持ってると、ちょっとね、辛い部分はありますね。なんですけど、意外と、この、ウォールブレイカープラスのディガーがいい。
これあれですね、多分ディガー飛ばしてからウォールブレイカーしないと、このウォールブレイカーがちょっと先にターゲット取っちゃって良くないかもしれないですね。次からちょっと気をつけたいですね。で相手ダクネなんで多分ゴレかな。ゴレはゴレだったらまあ普通にやっぱ形を作られるときつくなっちゃうんで、できるだけ前半で勝負を決めたい。で最後はイモリタイマ、まあ、2-1かな、もしかして結構防衛でなんか軽くむしられてとかすると1個やっぱおられちゃうんで、 2-1 で勝ちたいですね。なんでしっかりもう削っておきたい。これ多分ウォールブレイカーディガーして多分むしられるんですよね、これ結局多分むしられるんで、はい、そうですね。でこれで1本おられちゃうのが鬼つらいんですよ、これがマジで。クラロはこれがつらいところですね。ちょっと後ろベビー来たら泣きたいですね。後ろベビー来るか、まあ来るですね、そりゃ来るか。あ、やばい、これ終わった、これやばい、待って、いやまだ参る、あ参れなかった参れなかった、あ終わる。そうマジでゴーレプリとかだったら逆にこれね守れるかもしれないんですけど、ちょっとダクネベビーがちょっと泣きたいっすね。これどうやって勝つんだっていうやつっすね。まあちょっとまあまあで、これ多分、キング狙い来たら、ちょっと辛いんですけど、キング狙いに来なければ、まだ前えますね。よいしょ。これ釣って、このまま攻めて、これ多分右は、おおって感じですね。右は折れましたけども、さあ左、守れますかっていう話ですね、問題は。これな、正直守れんしょ。ちょっと待って、これだってさ、正直さ、守れないですよね。っていうことは、守れないのに守ろうとしても無駄になるんで、勝ちに行くためには、やっぱ攻めないといけない。と思ったら、相手にいい感じに守られる。よいしょ。これでも、いや、無理だな。あ、終わる。でも、ウォールブレイクに2体いるから、ワンチャンある。ワンチャンないから、マジ。え、マジでワンチャンあるくね？マジ、ワンチャンある。あ、なんか消えてた。ボーポイされてた。くそ。まあ、これはね、ちょっと、結構あれかもしれないですね。もう、相当プロじゃないと。相当このデッキをね、極めたものじゃないと、このゴレダクネには、勝てないかもしれないですね。なんですけど、まあ、これはちょっと、脳幹的なね、しゃあなしで、よろしくと。さあ、まあ、最後かな、多分勝って終わりたいですね。よろしく。で、これは適当に守るけど、なんかスケとかがあればよかったんですけど、なかったんで、緊急ゴブリンケージ。ゴブリンケージも最近めっちゃ増えてるんですけど、結構強い。まあ、弱くはない。さっきも言った、なんかまあ悪くないカードだなと思いますね。程よい。墓石でもいいし、こっちでもいいし、みたいな。ああ、で、これは、ゴブリンケージ回します。これ回転がやっぱ早いんでね、こう回してもうこれで守れますね。でこれカウンターで、まあ両サイいけるかな。あ、ベビードラが来たのは厄介な。これ逆サイにね、普通にディガーからウォールブレイカー2体、これだけでディガーが先にターゲット取るんで、これタルされても入る。 OK、 このベビードラとかの防衛をしっかりミスらずできれば、おう、危ない。待って。待って。これをすると良くないですね。こうミスらずにできると、まあ結構楽に多分勝てそうですね。このラムライダーとかに対しては。よいしょ。で、もう一回あれですね。ディガーからボールブレイカーしたいですね。まあベビーいても、ああ、なるほど。これゴブリ置いて、相手守れちゃいますね。これだけで守れるんで。入って、あ、ライトニングね。おお、やばい。でもこれ今ライトニング打ってるんで、ここは、もう、このダメージはしょうがないと思って、1個られるんで、まあ、右にね、攻めていきます。右も左も攻めていきます。よいしょ。これは結局俺のダメージも通るんで、飛んねーけど、やばい。まあやばいんですけど、左は気合通りに行きます。マジで気合いっすね。今、タルユキ使ってるんで、これ相手、普通に溶かすのきついんでね。よいしょ。いや、いい。これ2発。おい。やば。これだけで、
そうなるんで、入れば気持ちいいですね。よいしょ。はい。なぜか高め。やばい。え、なんか俺の息いっぱい死んでるんだけど。これも焦り。あ、でも、ゴブリンが頑張ってましたね。で、これ67はディガーで削れるんで、左側にプレッシャー与えていきたいですね。一回小屋置いて、でもエレキとかに壊させるとちょっと良くないんでね。やばい、これ右も攻めつつ、左はね、多分このディガーがお願い、本当に殴って、殴った、危ねえ。しかもウォールブレイク今左入ってたんですね、多分。オッケー、全然ある。よいしょ。OK。これはアイスピで止めて、よし。あ、でもアイスピ大事ですね。突進とかが受けれるのは鬼でかいんで。よし。たまたま来た。なんか。これまた、これして、ヒールして、お、これさ、相手やってね。これだって2発入るよ。おい、ああ惜しい、マジで惜しい。で、これ5分折り2周もありますね。で、ここのエレキとかでズシャンされちゃうんで、コウモリが結構無駄になっちゃうかもなんですけど、出します。はい。で、これは、ごぼうり回します。いや、アイスピか。アイスピと、まあ、ごぼうり。で、これ一応キングを見とかないと、左は、いや、右は大丈夫か。この地味に硬いんでね、このごぼうり。いや、余裕で守れてる。来た。でもこれ、他流域されるから、一回ここは捨てで、お？入る、来た。うわ！よし。ごぼり置いて、困ったらごぼりですね。まあ、2周もあるんで、ほんとに。で、これは、適当に守って、やばい、待って、それだけやめて、それだけやめて、やばい、待って、お願い、ほんとやめて、あ、終わるけど、あ、終わった。なんで今の勝てたでしょうって感じなんですけど、まあ、ちょっとまだまだ、僕下手だったかなって感じですね、ちょっと負けちゃいましたね、これ、なんか、ロイとかには結構勝てたんですけど。まあ、というわけで、こちら、ちょっとね、まあ、若干楽しい感じのデッキなんで、よければね、皆さんも使ってみてくださいってわけで、今日はね、こんな感じで。終わりにしてみたいなと思います。まあ一つ思ったのは、久しぶりに、ね、ヒール使ったんですけど、そんなですねそんな強くないですね。なんかいつか情報修正ってされて、なんか1コースになったんですけど、なかなか下方みたいなところあってちょっと辛いんですね。なので次のね、ちょっと情報を僕は待とうかなと思いますという感じで、はい、今日こんな感じで終わりたいと思います。ではお疲れ様でした。